この番組はネクソンと御覧のスポンサーの提供でお送りします。バロンたちはついにベヒーモスへとたどり着く。巨大なクジラのようなベヒーモスの背中には、森はあるわ遺跡はあるわで、さすがは天界、驚くばかり。そしてベヒーモスの涙を知る者と会うため、その体内へ。そこにいた男とは、なんとあの伝説の剣士アガンゾだった。アガンゾから明かされる火山の呪いの真相、イルベクの過去、全ての謎が今つながろうとしていた。始まり、悲しみはあの光から。ここにいては危険です。ベヒーモスの脊髄に避難しましょう。どうやら収まったようだな。ベヒーモスが苦しんでいるようだ。苦しんでいるとは？お前の他にも火山の呪いに侵された者が上陸したのかもしれん。俺の質問に答えてくれ。ベヒーモスの涙はどうしたら手に入るんだ？ついてこい。どこ行くんだ？さあ、これは天界人の飛行船じゃないか。そうだ。ここに涙があるのか？すべては悲鳴窟から始まったと言ったはずだ。待て！イルベ！あれから私はイルベクを追って大陸全土を旅した。そこで目にしたものは、火山の呪いによって変わり果てたアラド大陸だ。様々な人々と出会い、ようやくイルベクの居場所を知った時には、奴はすでに鬼騎士軍団の将軍になっていた。私はアラド大陸を平和に戻すには、イルベクを撃つより火山の呪いを解明すべきと考え、天城へ登った。そして私はこの船で一つの手がかりを見つけた。そこには天界人によってベヒーモスの涙のことが記されていた。なんて記されていたんだ？あがんぞ。ベヒーモスは涙を
千年に一度しか流さないそうだ。千年に一度。そうだ。そんな。千年って長すぎる。バロン。そんな。ここなら安全です。ここでしばらく様子を見ることにしましょう。オフィリア様。何事です。ありがとうよ、案内してくれて。なんだ貴様ら、鬼出た。お前たちのおかげで我らがベヒーモスは大変なことになってるんだぞ。知るかよ。我々の目的はただ一つ。ベヒーモスの涙を知っているか。知っているな。お逃げください、オフィリア様。でもこのことをあの方に。早く追うのよ。オフィリア様。おとなしくしてろよ。何事だ。死んでる。やった人を探し出せ。どうなってんだこりゃ。探せ、俺たちはあっちだ。急げ、イルベク様。どこにやがるんだ敵は。敵っつってもどんな野郎かもわかんないんじゃ探しようが。びっくりさせんなよ。ん、何かいたのか。おい、どうしたんだよ。一体どうなって。なんだてめえは。どこにやがる。この悲鳴はどうなってるんだ。オフィリア様は無事なのか。何が起きてるの。敵は一体。ハイニョ、彼女は無事か。そういえば先ほどから見当たりません。ハイネ。俺たちのしてきたことは無駄だったのか。ステラの体も俺の腕ももう。お前だけではない。全てが手遅れだった。ハラド大陸はすでに滅びる運命にある。滅びる運命って。天界人の記録にはもっと驚くべきことが記されていた。天界人によれば、白子の爆発も全てが仕組まれていたことだったのだ。その者が白子をアラド大陸に送り込み、我々に火山の呪いを広めさせたのだ。そいつは、そいつは一体誰なんだ。その者の行方はつかめていない。くそ、てめえ。あんた、なんで。なんだそりゃ。
るべく。化け物だ、逃げろ。仲間をやりやがったのはハイエナ。あんた、どういうつもりよ。どうしてお前が。あなたたちをここから出すわけにはいかないの。どういうこと。仲間を殺したのは本当にお前なのか。そうよ。なぜベヒーモスの涙は。さあね。イルベク様。そんなバカな。バロン、帰ろ、アラド大陸に。皆さん。オフィリア。脊髄の中でオニキシたちが暴れています。このままではベヒーモスは正気を失い大変なことに。オニキシ、イルベクか。イルベクが。なぜいるのよあいつが。とにかくこのままではベヒーモスが危険なことは確かだ。待てよ。俺たちも行く。マロン。お前。ベヒーモスの涙は。イルベクが来てんだ。そんなこと言ってる場合じゃないだろう。おい、あいつらは。あなたたち無事だったんですね。オフィリア様、大変です。うわっ。私のしてきたこと一体。イルベク様、しっかりして。死ね。イルベク様。もう終わりだ、何もかも。死ね。くそ。往生際の悪い鬼たちね。なんだと。イルベクは。こいつは私たちだけで撃つのよ。一つ教えろ。なぜ俺たちに。いえ、イルベク様に近づいた。すべてはこの場所に迎えるため。ここに。すべてはヒメイクスから始まったのよ。火山の呪いが大陸に広まり、私の思った通り、人は鬼の力を求め、アラド大陸で大いに暴れてくれたわ。はい。あ、お兄様。ステラ、新しい看護人だ。私の手の中でね。ん？イルベク様。イルベク。鬼ゆえにということか。そうよ。お前が全て仕組んだのか。許さないわ。なんでこんな化け物クジラに俺たちを連れてきやがったんだ。お前たちの鬼の血、大量の火山の呪いの血が必要だったのよ、このベヒーモスを操るためには。ベヒーモスを操る。どういうことだ。
これで私の思いのままよ。ハイネ、ステラと我々を偽ったお前を許すわけにはいかん。どうしたんだ一体。様子がおかしいぞ。ん、クロン船長、誰か来ますぜ。君たちはバロンさんに言われてきました。バロンさんに。ここは危険だ、一旦離れるぞ。えい。オウンだ。バロンさんたちをいつでも助けられるようにできるだけ並行して飛ぶんだ。よいしょ。バロンさん。また潜っちまいやがった。僕らも入るんだ。ステラの悲しみ、仲間の無念、そして私へのたばかり、その命で償ってもらう。あなたの血も役に立ってもらうわ。ふざけるな、お前のようなやつに。ステラがどうなってもいいのかしら。あの子の命誰が握ってると思って。いい子ね。所詮あなたは心まで鬼になれなかったわけね。己の運命を呪うがいいわ。ハイネさん、リュンベイ、ヒリア、お前ら大丈夫か？信じたくはないが。本当だったのか。この嘘つき！やっと来たわね、鬼剣士。いいえ、大陸で一番呪われた鬼って。確かに、もう俺の知っているハイネさんじゃないようだな。貴様。死に損ないめ。まだ生きてたの？忘れはしない、その顔。すべての悲しみをアラド大陸に生み出した者の顔を。火山の呪いを人間が知る必要はない。探していたぞ。私はロクシーを欺き、アラド大陸に火山の呪いをもたらしたのは貴様だな。私は魔界を滑るあの方の忠実なるしもべ。あの方が復活するまでまだまだアラド大陸には苦しみを味わってもらわなければ。
それはかなわん。貴様はこの場で滅びるのだ。もう遅いわ。わかる？このベヒーモスは呪いによって理性を失い、アラド大陸に向かって落ちるのよ。なんだと？そうなればアラド大陸はあの方が支配するにもっとふさわしい場所になる。カゴン船長、まずいぞ。このままだとベヒーモスは。この番組はネクソンと御覧のスポンサーの提供でお送りしました。次回、決戦、大陸の空の上で。